月4日水曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家三橋隆明さんです。改めて三橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。三橋さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース、目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞。希望の党、一時公認192人、民進党から合流110人。 希望の党は昨日、衆議院選挙に擁立する第一次公認候補予定者192人発表しました。このうち民進党からの合流組110人が公認されました。希望の党は衆議院の過半数となります233人以上の擁立を目指しておりまして、週内にも新たな公認候補を追加する方針です。えー、まあ、これ233人以上の擁立を目指している。まあ、まずは192人ということなんですけれどもね。はい、三さんあのブログで今回の これ、どういう感じですか現場議員が、民進党、あんまあ、民進党もないんだすみません、こういう言い方したんですね、えー、まあ発言ですけど、時間がないが、えー、候補者の人生がかかっているので、はい、一つ一つ丁寧に進めていくと。はい、ありました はい。ま、そう発言したんだけど、いやいや、候補者の人生じゃないでしょと。かかってるのは国家の育成でしょと。ただね、これ別にあの、現場さんだけじゃなくて、その今の国会議員って、サラリーマン化してません就職活動なんでしょ、彼らにとって。そうじゃないでしょっていうのをぜひ皆さん考えていただきたいなと思ってですね。ええ。日本国民の主権の束を持って、膨大な権力を使える立場になるんですよね。それを就職活動と同じように捉えているってなったらば、やっぱりそれはまあ、そういう方には政治家やってほしくないし、ただ逆にね、これよく2世議員って批判されるじゃないですか。 でも、二世議員ってのは、もともと地盤とか看板とかですね、はい、あるいは、あと、かばんね、まあ、お金が、ちゃんと、まあ、あるので、就職活動じゃないですよね。はい、あの人たちにとって政治、あの、立候補っていうのは。はい、あるいは、その、例えば、ちゃんと本業を持ってね、ある程度財産を持って、それで選挙に出る人も、まあ、あの、落ちても、まあ、食っていけるから、はい、だから、就職活動にはならないですよね。一概に、そういうの、例えば、お金持ちが立候補するのとかね、はい、二世議員が立候補するのとか、ころ悪化したらそうじゃないと思うんですよね。はい、それ本人の資質によると思うんですよね。はい、逆に、このサラリーマン的なね、いや、自分は推測活動 活動として国会議員だってやってる、やってるんだっていう人だって、もしかしたらものすごい業績残すかもしれないんだけども、とりあえずでもこの現場さんの議員、あの、あの、発言にはびっくりしましたね。がっかりンよりびっくりした私は。びっくり、はいはい。確かに今、三田さんおっしゃったみたいにね、いや、そりゃあの、ね、一人の人間として、候補者の人生ってのあるかもしれないけど、それよりも何よりも、置かれた立場をね、考えなきゃいけないわけじゃないですよそうですね。この感覚が多分民進党回答っていうのをもたらしたような気がいたします、私は。ここの発言をするとによって 私たちもそうだよなとは、じゃ思っちゃいけない,いな、ね、思っちゃいけませんよね。思っちゃいけません。さて、えー、ま、あの、改めてなんですけれども、この希望の党ですよね。はい、えーま、今回この192人、うんえー、こちらを第一次公認候補として予定者発表しましたけれども、えー、ま、焦点となっている希望の党の小池代表の立候補の動きもですね、はい、ま、もうこれ小池代表も何度も100%出ませんと、うん、日本語で言っているでしょうなんてこの前、言ってました。はい、ね。なんでわかんないのっていう。 ちょっとイラ、いら、いらしているような感じもありましたけども、はい、強く、その出馬を否定してます。ええー、まあ、ただ、希望の党の関係者、小池代表が出馬するかは、わからないというふうにも、うん、まだまだ、そのくすぶった状態であるようなんですがね。これね、二つポイントがあって、はい、まず、小池さんは、はい、もし、出馬しなくても、えー、しても批判されるんです。はい。出馬しないってなったら、うん、じゃあ、都知事でどうやって国政政党の代表するのっていうような批判を浴び続けます、これからずっと。はい、で、もし、 出馬したら、お前、うん、何のために都知事になったんだっていう。はい、私は個人的にはやめてほしいけどね。都知事、まさ、はあ、いんだけど。<laughs> そういう批判されますよってことで、私はあの出馬する可能性のが高いと思ってるんですよ。ええ、ポイントは10月9日。9日 10月9日。はい。要は、あの、公、公示日の前日。まで、それ引っ張ると思います。なぜかというと、小池さんの戦略っていうのは、とにかくテレビに出ることなんですよ。今、ワイドショーとかも、小池さん一色ですよね。で、ずっとこう、口を濁してね、で、出る出ない出ないとか揉めて、それ出続けることで、それでいいんですよ。そういう、それ反感に抱く人もいるんだけど、そういうので、どうせあなたたち入れるでしょとか思われてるんですよ。それで10月9日に出るって言って、翌日も公示日だから、そんな批判できないでしょもう。あの、公職選挙法の問題が出てくるから。というやり方を取ってくると、私は思います。えぇ。いや、今、 さんの話聞いたそうかと思ったのが、昨日ね、あの、小池都知事が、えあれは鹿児島でしたかね、あの、オリンピック絡みので行きました。で、そこで記者会見をした。そこで、あの、小泉進次郎氏が、え以前からですね、え小池さん、あの、衆議院選挙出た方がいいよとか、え出てくださいよというようなことを言ったりして、ま、それに関して、え何かキャンキャン言ってるみたいなことをね、小池、あの、さんが言った。そうなんですね。今ね、三谷さんの話聞いて、レベル低いなと思ったんですよ。いや、それでいいんですよ。それでいいんですよ。それで票取れるんですよ、日本。 はあ、だから問題なんですよ、ねえー、それは私たち、やっぱり舐められてしまのがいいっいことですよね。はあ 公認候補を追加すええ、ま、これ、233人以上の擁立を目指している。ま、まずは192人ということなんですけれどもね。三沢さん、あの、ブログで今回の騒動には触れられてますね。ええ、これどういう感じですかあの、現場議員がですね。はい、ええ。あ、民進党。あ、まあ民進党もないんだ。すみません。はい。はい。あの、こういう言い方したんですね。発言ですけど、時間がないが、候補者の人生がかかっているので、一つ一つ丁寧に進めていくと。ありました。 はい。ま、そう発言したんだけど、いやいや、候補者の人生じゃないでしょと。かかってるのは国家の育成でしょと。ただね、これ別にあの、現場さんだけじゃなくて、その今の国会議員って、サラリーマン化してません就職活動なんですよ、彼らにとって。そうじゃないでしょっていうのをぜひ皆さん考えていただきたいなと思ってですね。ええ。日本国民の主権の束を持って、膨大な権力を使える立場になるんですよね。それを就職活動と同じように捉えているってなったらば、やっぱりそれはまあ、そういう方には政治家やってほしくないし、ただ逆にね、これよく二世議員って批判されるじゃないですか。やえ でも二世議員ってのは、もともと地盤とか看板とかですね、はい。あるいは、あと、カバンね。まあ、お金が、ちゃんと、まあ、あるので、就職活動じゃないですよね。はい、あの人たちにとって政治、あの、立候補っていうのは。はい、あるいは、その、例えば、ちゃんと本業を持ってね、ある程度財産を持って、それで選挙に出る人も、まあ、あの、落ちても、まあ、食っていけるから、はい、だから就職活動にはならないですよね。はい、一概に、そういうの、例えばお金持ちが立候補するのとかね、二世議員が立候補するのとか、これ、悪かしたらそうじゃないと思うんですよね。はい、それは本人の資質によると思うんですよね。はい、逆に、このサラリーマン的なね、いや、自分は就職活動 活動として国会議員だってやってる、やってるんだっていう人だって、もしかしたらものすごい業績残すかもしれないんだけども、とりあえずでもこの現場さんの議員、あの、あの、発言にはびっくりしましたね。学ッレッジよりびっくりした私は。びっくり、はいはい。確かに今、ミスさんおっしゃったみたいにね、いや、そりゃあの、ね、一人の人間として、後者の人生ってのあるかもしれないけど、それよりも何よりも、置かれた立場をね、考えなきゃいけないわけだよそうですね。この感覚が多分民進党回答っていうのをもたらしたような気がいたします、私は。ここの発言をするとによって 私たちもそうだよなとは、じゃ思っちゃいけないな、ね、思っちゃいけませんよね。思っちゃいけません。さて、えー、ま、あの、改めてなんですけれども、この希望の党ですよね。はい。えー、ま、今回この192人、うん、えー、こちらを第一次公認候補として予定者発表しましたけれども、えー、ま、焦点となっている希望の党の小池代表の立候補の動きもですね、はい、ま、もうこれ小池代表も何度も100%出ませんと、うん、日本語で言っているでしょうなんてこの前、言ってました。はい、ね。なんでわかんないのっていう。 ちょっと、イライラしているような感じもありましたけども、強く、その出馬を否定してます。ええー、まあ、ただ、希望の党の関係者、小池代表が出馬するかは、わからないというふうにも、うん、まだまだ、その、くすぶった状態であるようなんですがね。これね、二つポイントがあって、はい、まず、小池さんは、はい、もし、出馬しなくても、えー、しても批判されるんです。はい。出馬しないってなったら、じゃあ、都知事でどうやって国政政党の代表するの、うんはい、っていうような批判を浴び続けます、これからずっと。はい、で、もし、 すればしたら、よも何のために都知事になったんだていう。私は個人的には見通しをするのとかね。二世議員が履行するのと、これ悪かって言ったらそうじゃないと思うんですよね。本人の資質によると思うんですよね。逆にこのサラリーマン的なね、いや、自分は就職活動として国会議員だってやってるんだっていう人だって、もしかしたらものすごい業績残すかもしれないんだけども、とりあえずでもこの現場さんの議員、あの、発言にはびっくりしましたね。学会ガ中よりびっくりした私は。びっくり。はいはい。確かに今、ミスタッスさんおっしゃったみたいにね、いや、それはあの、ね、一人の人間として、候補者の人生ってのあるかもしれないけど、それよりも 何よりも、置かれた立場をね、考えなきゃいけないわけですね。置かなでそうですね。この感覚が多分民進党回答っていうのをもたらしたような気がいたしますね。現場さんはこの発言をすることによって理解を求めたつもりなんでしょうね。私たちもそうだよなとは、じゃあ思っちゃいけない。思っちゃいけませんよね。思っちゃいけません。さて、えま、あの、改めてなんですけれども、この希望の党ですよね。えー、ま、今回この192人、こちらを第一次公認候補として予定者発表しましたけれども、 争点ととなっている希望の党ののの党小小池池代代表表立候補の動きもももですねま、はい、まあもうこれ小池代表何度も100出ませんと、うん、日本語で言っているでしょうなんてこの前言ってました。はい、ね。なんでわかんないのっていうような、うん、ちょっとイラ、イライラしているような感じもありましたけども、強くその出馬を否定してます。えー、まあ、ただ、希望の党の関係者、小池代表が出馬するかはわからないというふうにも、うん、まだまだそのくすぶった状態であるようなんですがね。これね、二つポイントがあって、はい、まず小池さんは、はい。 もしそう、出馬しなくても、ええ、しても批判されるんです。はい。出馬しないってなったら、じゃあ、都知事でどうやって国政政党の代表するのっていうような批判を浴び続けます、これからずっと。はい、でもし、出馬したら、お前、うん、なんのために都知事になったんだっていう、はい、私は個人的にはやめてほしいけどね、都知事、面白<は>いんだけど、ええ、そういう批判されますよってことで、私はあの出馬する可能性が高いと思ってるんですよ。はい。 10月9日。はい。要は、あの、え公示日の前日。まで、それ引っ張ると思います。なぜかというと、小池さんの戦略っていうのは、とにかくテレビに出ることなんですよ。今、ワイドショーとかも、小池さん一色ですよね。はい。で、ずっとこう、口を濁してね、出る、出ない、出ないとか揉めて、それ出続けることで、それでいいんですよ。そういう、それ反感にく人もいるんだけど、そういうので、どうせあなたたち入れるでしょとか思われてるんですよ。はそれで10月9日に出るって言って、翌日も公示日だから、そんな批判できないですよ、もう。えの公職選挙法の問題が出てくるから。はい。というやり方を取ってくると、私は思います。えぇ。 さんの話聞いたあ、そうかと思ったのが昨日ねあの小池都知事が、えー あれは鹿児島でしたかね。あの、オリンピック絡みので行きました。で、そこで記者会見をした。え、そこで、あの、小泉慎次郎氏が、え、以前からですね、え、小池さん、あの、衆議院選挙出た方がいいよとか、出てくださいよというようなことを言ったりして。ま、それに関して、え、何かキャンキャン言ってるみたいなことをね、小池、あの、さんが言った。あ炎上を狙ってそうなんですね。今ね、三橋さんの話聞いて、レベル低いなと思ったんですよ。いや、それでいいんですよ。それでいいんですそれで票取れるんですよ、日本は。だから問題なんですよね。え、それは私たちやっぱり舐られてると思った いいってことですね。はい。えーはい